G 団が見せているということはどういうことが考えられますでしょうか。これまで立派にいろいろ治療してこられたんですが、はい、今回は極めて重大な最終的な局面に入ったことを考えさせています。これまでのご出血によるさまざまな変化というのは、これは流血によって対応することができたことだったと思うんですが、昨日一昨日あたりから起こっている出来事はそれとは少し違う、むしろ全身衰弱を考えさせるものではないかと思います。今回のようにそのじわじわと起こってきた全身的な衰弱はもう体力がかなりお弱りになられた陛下としては極めて憂慮すべき事態だと私は考えますが、天皇陛下は昨日夕方の最高血圧が60代で、体温は昨日ありまして、先ほどから自家用車あるいは中には乾門から自転車でこう宮内庁に詰めかけた方もいらっしゃいますね。大変慌ただしい、宮内庁周辺の雰囲気なんですけれども、予想されることですね、心配されること、大変血圧が、おとといの未明から、下がっていますよね。そうですね、60代あるいは50前後にまで下がったのではないかという話もありますけれども、はいはい、今一番心配されることはどういったことでしょうか。そうですね、血圧がおとといの未明ですね、午前3時頃から、急激に下がり始めまして、一時は50代になったんじゃないかと言われるくらいなんですが、はい、これによりましてですね、腎臓をはじめですね、各臓器に、異常なダメージがあったんじゃないかと言われています。この血圧の低下についてはですね、原因がよくわからないということなんですけれども、とにかく長いご闘病生活でですね、体全体がお弱りになってるんじゃないかというのが、最大の原因だというふうに G 団では説明していました。はい、また新しい情報がありました、それから宮内庁の幹部ナンバー2であります宮尾次長、宮内庁のナンバー2の宮尾次長がですね、すでに吹上御所に入っていることが今確認されました。時間とは不明です。現在したがって吹上御所の方には皇族方と、それから宮内庁幹部は藤森長官、そして宮尾次長といった宮内庁のトップが現在吹上御所の方にいるということも今これで確認されました。もう一回確認しますと、6時2分に前田総務課長、宮内庁の方に吹上御所から向かいまして、宮内庁の方に入りまして、記者団の質問に対しては緊張した、非常に緊張した面持ちでどう言ってくださいとだけ言って、自室に、入ってしまいました。大変に緊張した面持ちで口を毎日文字に結んでいたということです。それから午前6時4分に式部職、儀式を司っております式部職の中庭北条式部副長が登庁しております。それから6時5分天皇陛下の娘さんであります池田敦子さんが、吹上御所の方に入ったということが確認されました。以上新しい情報ですが、はい、根岸さんね、はい、これまで前田総務課長はですね、はい、我々報道陣にずっと対応してきたわけですけれども、はい、どちらかと言いますとこのところは余裕すら感じられてですね、はい、対応としては非常に穏やかな対応だったような気がするんですけれども、はい、こういったどいてくださいというだけのですね、はい、非常に緊張した表情というのは初めてじゃないでしょうか。そうですね、これまでもその会見の前にですね、記者が囲んでですね、福建御所から帰ってきたところをこれまでのその毎日の会見の前に、囲んでですね、その、内容を少しでも聞こうと思ってですね、いろいろ質問した時があったんですが、この時はさすがにその、内容は漏らしませんけども、こういったその口を前一門にどいてくださいというようなですね、厳しいことはなかった ありませんでした。はあ、したがってその、ちょっとその表情だけ、内容については読み取れませんけども、大変に緊迫した何か事態が進んでいるのではないかなということが今その表情からは伺ったということですね。はい、それから現在新しい情報なんですが、宮内庁の秘書課、宮内庁の秘書課ですが、はい、職員全員に対して非常招集をかけていると、現在電話との連絡で宮内庁の職員全員に宮内庁秘書課が非常招集をかけているといった新しい情報が入ってまいりました。やはりそういったことからもですね、はい、容易ならざる事態が起きたというふうに考えざるを得ないでしょうね。そうですね、はい、先ほども申し上げましたが、皇族方がこういった早朝のあるいは深夜の緊急打診があるということは極めて稀なことであります。昨年9月19日の、現在その皇太子殿下の、はい、吹上御所に入った絵がありますが、これはもうすでに5時30分過ぎに吹上御所に入っているわけですが、
これまでその9月19日の大量の昨年の9月19日の大量の吐血以来ですね、天皇陛下のご容体が急変されて以来、非常の召集9月19日それから12月5日と2回の高木次長の緊急召集がありました。この場合でも皇族方に対してのその呼び出しはありませんでした。まず皇族方の動きですが、5時41分に皇太子ご一家、皇太子ご夫妻に広宮様、綾宮様、範宮様、この皇太子ご一家をはじめ、常陸宮ご夫妻、それに三笠宮ご夫妻、また高円宮ご夫妻が、この皇居吹上御所に駆けつけられました。また陛下のお子様の、池田敦子さん、夫妻も、皇居に入っております。これより先立つ、ことなんですが、宮内庁の幹部ですが、午前5時12分に高木侍医長が東京代々木の自宅から、パトカーに先導されましてこの皇居に駆けつけました。高木侍医長に続きまして北白川女官庁、山本侍従長、藤森長官、こうした宮内庁の幹部が、皇居に駆けつけております。さらにこの高木侍医長に加えまして加藤侍医と伊藤侍医の合わせて3人がこの皇居に、今朝駆けつけまして、G は、5人いるんですが、このうち2人は当直で残り3人が駆けつけたということで陛下のご様子かなり緊迫した事態になったと思われます。 G は全て揃ったということですね。はい、これで宮内庁終わります。連絡来てるようですね。うん、で飛び出してるようです。はい、さこういうまた前回疑問です。はいはい、新しい情報です。午前6時過ぎ政府数字の情報ということでこちらの方に情報が入ってまいりました。はい、お願いします。天皇陛下の血圧が急激に低下している、極めて危険な状態になったことが明らかになった。はい、午前6時過ぎ政府数字の情報として、天皇陛下の血圧が急激に低下しているといった情報が入っております。はい、したがって極めて危険な状態になったことが明らかになりました。あ、そうですか。はい、なおですね、これも政府筋、政府関係の情報ですが、竹下首相がですね、間もなく私邸を出るといった情報もこちらの方入っております。うん、それから、宮内庁関係の情報、新しい情報ですが、はい、午前6時10分過ぎ、島津貴子さんが吹上御所に入りました。はは。天皇陛下の娘さんであります島津貴子さんが吹上御所の方に入ったといった情報もこちらの方入っております。はい、そうしますと島津さんが入られたことでですね、はい、桂宮様はまだ入っていらっしゃいませんけれども、はい、もうこれでほとんどの方が揃われたということになりますか。そうですね、桂宮殿下は現在自宅療養中でございますので、そうですね、こちらの方には向かわれないと思いますが、はい、したがって皇族方あるいはご親族関係者各位はほとんど吹上御所にお揃いになったというふうにお揃いになったという。智仁ご夫妻、高円宮ご夫妻、6時、秩父宮妃殿下、6時1分高松宮妃殿下が皇居にそれぞれ入られました。また6時過ぎには陛下のお子様の池田敦子さん、島津貴子さん、お孫さんの東国さんの陛下の姪の近衛康子さんが次々に皇居に入られております。それでは発表いたします。それは知らないよ、君たちの私に言うのが。いいですね。読みますよ、静かにして。天皇陛下には本日午前4時過ぎ吹上御所においてご危篤の状態になられました。ご状態につきましては今後必要に応じお知らせいたします。もう一回繰り返します。天皇陛下には本日午前ここで臨時ニュースをお伝えいたします。宮内庁が今発表しましたように天皇陛下は午前4時過ぎにご危篤の状態に陥られたということです。繰り返してお伝えいたします。天皇陛下は今朝4時過ぎにご危篤の状態に陥られたと宮内庁が発表いたしました。では続いて小渕官房長官の記者会見の模様をお伝えします。発表申し上げます。天皇陛下には本日午前4時過ぎ吹上御所においてご危篤の状態になられた。全国民
等しく陛下の一日も早いご快慰を心から願っていたところ、ただいまご帰得の知らせを受け、申し上げる言葉もございません。ただただ心からご回復をお祈りいたすばかりでございます。総理大臣にはお見舞いの拝謁のため皇居に向かわれております。陛下のご状態につきましては、今後必要に応じお知らせ申し上げます。以上でございます。宮内庁の藤森長官が席に着きました。静かにしてください。では発表させていただきます。天皇陛下におかせられましては、本日午前6時33分吹上御所において崩御をあらせられました。誠に哀痛の極みに存ずる次第であります。天皇陛下には昨年9月19日夜吐血あそばされて以来、上部消化管からの出血が断続的に継続し、胆道系炎症および閉塞性黄疸も認められ、また尿毒症も併発されて、全力を挙げてのご治療も及ばず、ついに本日十二指腸乳頭周囲腫瘍括弧腺がん括弧により崩御あらせられました。なお崩御に至るまでのご経過の詳細につきましては、五国皇室医務主管から発表いたします。以上でございます。じゃあもう一遍、もう一度言います。天皇陛下におかせられましては、本日午前6時33分吹上御所において崩御あらせられました。ただいま藤森長官が発表しましたように、天皇陛下におかせられましては、本日午前6時33分吹上御所において崩御あらせられましたという藤森長官の記者会見がありました。繰り返します。天皇陛下におかせられましては、本日午前6時33分吹上御所において崩御あらせられました、お亡くなりになりましたという発表がありました。発表しました。天皇陛下には本日午前6時33分皇居において崩御されました。誠に哀痛の情に堪えません。国民とともに心からご冥福をお祈りいたします。このような事態を受けて、政府としては天皇陛下崩御に際しての内閣総理大臣勤和などについて決定するため、8時15分から総理大臣官邸において臨時閣議を開催することといたしました。なお崩御に至るまでのご経過の詳細につきましては、別途宮内庁から発表
いたします。以上でございます。これらの行事につきましては、これらを国事行為とですね、するために、まあ、これ内閣の承認がいるわけですから、助言と承認がいるということで、これらの手続きもこの第1回目の臨時閣議でですね、ほとんどの、まあ、あの手続きがですね、国事行為にするための決定が行われるというふうになると思います。まもなく開かれるですね、ちょっと5分ぐらい遅れておりますけども、まもなく第1回目の臨時閣議が開かれると思います。総理大臣官邸に到着した閣僚はモーニング姿でしたね。モーニング姿でですね、それから乗っている車には一部の閣僚にはもうすでにですね、黒いリボンをつけた、長旗をつけた車もありました。それで長旗といえばですね、この第1回目の臨時閣議では、まあ、天皇陛下がお亡くなりになったことに対するですね、国民が弔意を表すために、まあ、下部音曲の自粛であるとか、長旗を掲揚するとか、そういうことも決めることになった要請することを決めることにしています。さらにこの臨時閣議ではこうした当面の措置を決めるとともに、皇位の継承が行われたことから元号法に基づいて政府が昭和に代わる新しい元号を選ぶ選定手続きに入ることが報告されます。で、昭和54年の元号法の制定に伴って決められた具体的な手続きなどによりますと、この新しい元号を決める手続きとしては、竹下総理大臣が高い執権を有する人若干名に元号の候補名、候補の名前の考案を移植し、この候補案の提出を受けて竹下総理大臣の指示のもとに小渕官房長官と三村内閣法制局長官が協議をして数個の原案を選びます。そしてこれらの原案について民間の有識者による元号に関する懇談会を開いて幅広く意見を聞いた上で、衆参両院の正副議長の意見を聞くことにしています。でその後全閣僚会議で協議をして最終的に閣議で決定することにしています。政府としては新しい元号をできるだけ速やかに決めたいとして、すでに元号の考案者に候補名の提出を移植しているものとみられ、今日中に昭和に代わる新しい元号が決まります。そして新しい元号は明日から使われることになります。で政府は大正天皇のご葬儀を参考にいたしまして、大喪の礼は崩御後40日から50日後に行う方針で、場所は大正天皇の時と同様に東京の新宿御苑になる見通しです。また政府は皇室典範に定められた天皇陛下のご葬儀である大喪の礼について、明日の閣議で竹下総理大臣を委員長とする大喪の礼委員会を設けて具体的な準備に入ることにしています。そうですね、はい。今東宮御所から間もなく新しく天皇になられた昭仁陛下がお出になるのではないかと、皇居に向かわれるのではないかという雰囲気になってきています。すでに先導の白バイが2台、御所の中に道路の方に向かって、待機している姿勢が見られます。先導の白バイ出てきましたね。そうですね、はい。昭仁陛下、亡くなられた陛下の臨終をですね、はい、府警御所の2階の寝室の方で見取られて、その後一旦東宮御所に戻られたんですけれども、今先導の車も出てまいりました。これから宮内庁からの情報ですと、午前10時ごろからその検事等承継の儀という皇位の継承に伴う儀式が行われるということで、今東宮御所の方を新しく天皇になられた昭仁陛下が出発をされました。これまでは皇太子殿下の使われる皇太子の車に乗られていましたけれども、はい、天皇に即位をされたということで、天皇のご両親に乗って初めて天皇のご両親に乗って
皇居に向かわれるということになります。いつもは青山通りの方にお出になるんではないかと思うんですが、これは違いますね。ちょっと本田原の坂の方ですね、この図では、はい、ではまもなく分かりませんが、迎賓館のところではないかと。そうですね、はい、麹町の方から、はい、半蔵門を回って、半蔵門の方にから入られるということになります。つまり正門からお出になったということでしょうかね、東宮御所の。そうですね、東宮御所の正門からお出になって、皇居の半蔵門から入られるということで、この賢治と承継の儀という皇位の継承の儀式、初めての国の儀式、国事行為になる予定ですけれども、この儀式が終わった後は今度は皇居の正門からお出になるということになっております。先ほど一旦東宮御所にお戻りになりました。新しく天皇になられた明仁陛下、8時45分、今から1分少々前ですが、東宮御所をお出になりまして皇居に向かわれました。まもなく半蔵門からお入りになるんでしょうか。そうですね、はい、で今迎賓館の前をちょうど今、そうですね、新しく天皇になられたという表現をずっと使っておりますけれども、これは先の天皇陛下が亡くなられたことによって、法律上はその崩御によって自動的に、何らの手続きなしに、皇嗣、つまり、天皇の位を継ぐべき皇族、現在は皇太子殿下であったわけですけれども、皇太子殿下が即刻即位をされるということになりますので、午前6時33分に、天皇陛下が亡くなられたということで、その時点で自動的に皇太子明仁親王が新しい天皇明仁陛下になられたということです。はい、今迎賓館の横を通ってこの間もなく赤坂見附のところに出られて、それから青山通りを半蔵門に向かわれる。そうですね、いつもは青山お見舞いの場合はですね、大概このこちらの道を使われていると思いますが、この皇位の継承の儀式はですね、先ほども申しましたように、天皇の位そのものは法律的に自動的に引き継がれますので、今から向かわれて皇居で行われる献辞と承継の儀という皇位の継承の儀式は、これはそういう意味では法律上特に即位に必要な儀式ということではありません。単に伝統の儀式を国の儀式として皇位の継承があったことの証として行おうということですね。清水さん、何か情報入りましたか。はい、総理大臣金話がまもなく8、これを発表した後しばらくして部屋に皇居へ向かわれて、先ほどの賢治と承継の儀に衆議院両院議長や最高裁長官とともに自立すると、はい、いうことになります。はい、東宮御所をお出になりました新しく天皇になられた明仁陛下ですが、今ちょうど三宅坂のあたりを通過されていますので、まもなく内閣総理大臣親和、大皇天皇ご崩御の秘宝に接し、誠に哀痛の極みであります。ご戒への切なる願いも虚しく、申し上げるべき言葉もありません。天皇皇后両陛下、皇太后陛下をはじめ、皇族各殿下、ご近親の方々のお悲しみはいかばかりかとお察しするにあまりあります。大皇天皇におかせられましては、御年20歳で摂政にご就任、御年25歳で皇位をご継承になり、その御在位は
62年の長きに渡らせられました。顧みれば昭和の時代は世界的な大恐慌に始まり、悲しむべき大戦の惨禍、混乱と窮乏極まりなき廃墟からの復興と真の独立、比類なき経済の成長と国際国会の発展と、まさに激動の時代でありました。この間、太閤天皇には世界の平和と国民の幸福をひたすらご祈念され、日々実践休校してこられました。お心ならずも勃発した先の大戦において、戦火に苦しむ国民の姿を見るに忍びずとのご決意から、ご一心を顧みることなく戦争終結のご英断を下されたのでありますが、このことは戦後全国各地をご巡行になり、廃墟にあってなすすべを知らなかった国民を慰め、祖国復興の勇気を奮い立たせてくださったお姿とともに、今なお国民の心に深く刻み込まれております。次来我が国は日本国憲法のもと、平和と民主主義の実現を目指し、国民のたゆまぬ努力によって目覚ましい発展を遂げ、国際社会において重きをなすに至りました。これもひとえに日本国の象徴であり、国民統合の象徴としてのそのご存在があったればこそとの感をひとしお深く抱くものであります。太閤天皇の人事の御心、公平無私かつ紳士誠実なお姿に接して感銘を受けなかったものはありません。そのご聖徳は永遠に語り継がれ、人々の心の中に生き続けるものと確信いたします。新陛下におかせられましては、この清き赤き御心を継承しつつ、国民と共に歩む皇室を念願され、すでにこれまでも内外各分野において主従お務めいただいているところであります。この度のご即位により皇室と国民とを結ぶ敬愛と信頼の絆がますます強く揺るぎないものとなるとともに、諸外国との友好親善もさらに深まることを念願してやまない次第であります。癒すすべのない悲しみを胸に、ここに国民と共に衷心より哀悼の意を表するものであります。とすることにいたします。以上。この後、新天皇は改めて東宮御所から皇居に移られまして、午前10時1分から皇居の宮殿松の間で、献璽等昇敬の儀が行われました。
これは天皇家に代々伝わる皇位のシンボル剣と勾玉などを新天皇陛下が引き継ぐという趣旨の儀式で、1回目の臨時閣議で憲法上の国事行為とすることが決められたものです。儀式は無言のうちに進行し、新天皇陛下の前に剣と勾玉、それに国の印である国事、天皇の印である御事が安置されて、そして退くというものでおよそ4分という短い時間で終了しました。それからそれを内閣法制局長官だのいろんなところに意見を聞いて総理大臣に報告し、総理が国民の代表、ここがまあ新しくなった部分だと思いますけれども、国民の代表に諮ってそこで意見を聞いた上で、さらに三権の長であるその両院議長にも意見を求め、最終的に閣議で、これにしましょうと。でそれが間もなく手続きとしては官房長官から発表する、こういうことだと思うんですけれども、まあそれにしてもその様々に今でもですね、立場によっては議論があることですから、ただ今お話しいただきましたような明治、大正、昭和が決まった時とは違う新しい憲法の下での国民主権の下での憲この言語の決め方ということで、政府はそれなりに苦心したんだと思いますが、二文字であるかどうか、書きやすくて読みやすいかなどを検討して総理大臣に報告します。でさらにこの原案につきまして、内閣法制局長官の意見も聞いて数個の原案に絞ります。そしてこれを間もなく開かれる予定の国民の代表者によります、8名の元号に関する懇談会に諮って意見を聞くという手はずになっております。そしてここで検討された案について1時20分をめどに衆参両院の議長及び副議長に意見を聞き、その後1時40分ごろ閣議を開きまして、2時ごろまでには新しい元号制定の政令を決めたいとしております。次に天皇陛下がお亡くなり長官の発表が間もなく行われる様子です。官邸の記者会見の方は総理大臣官邸で新しい元号について小渕官房長官が記者会見を行います。小渕官房長官の発表です。じゃあお待たせしました。ああ官房長官が言語を発表されましたが、直ちに資料を配布します。よろしいですか。じゃあお願いします。ただいま終了いたしました閣議で元号を改める政令が決定され、第1回臨時閣議後に申しました通り本日中に交付される予定であります。新しい元号は平成であります。
新しい元号は平成と決まりました。平和の平、成功の成、平成です。現在記者団に資料が配布されております。小渕官房長官が新しい元号として平成と発表いたしました。現在記者会見場ではよろしいですか、記者団の写真撮影が行われております。カメラの方、カメラの方よろしくございますか。よろしいですか。この新しい元号は政令交付の日の翌日である。1月8日以降において用いられることとなっております。またただいまの閣議で元号の読み方に関する内閣告示と改元に際しての内閣総理大臣談話が閣議決定されました。それでは資料をお配りいたしたと思いますが、お手元に届いておりましたら会見を続けます。元号を改める政令および元号の読み方に関する内閣告示の内容は冒頭に申し上げた通りであります。次に内閣総理大臣談話をご紹介いたします。本日元号を改める政令が閣議決定され、本日中に交付される予定であります。この政令は今般の行為の継承に伴い、元号法の規定に基づいて新しい元号を定めたものであります。新しい元号は平成であります。これは式の御定本儀および諸教の大宇母の中のうち平らかに外なる式でございます。地平らかに天なる諸教でございますという文言の中から引用したものであります。この平成には国の内外にも天地にも平和が達成されるという意味が込められており、これからの新しい時代の元号とするに最もふさわしいものであると思います。この新しい元号は事情の許す限り速やかに改元を行おうという元号法の趣旨、国民生活の便宜等諸般の事情を考慮して交付の日の翌日である1月8日
以降について用いられることとなっております。新しい元号の使用につきまして国民各位のご理解とご協力をお願いする次第であります。元号は1300年余の歴史を有しております。単に年を表示する手段としてだけでなく、長い歴史の中で日本人の心情に溶け込み、日本国民の心理的一体感の支えにもなっております。この新しい元号も広く国民に受け入れられ、日本人の生活の中に深く根ざしていくことを心から願っている次第であります。なお元号の引用文中の後者の平らかには平らぎとも読むということであります。以上であります。なお元号選定にあたりましては、先刻の記者会見でご説明いたしましたように、まず高い出権を有する方々に元号の候補名の考案をお願いし、提出された案をもとに内閣法制局長官から意見を聴取して、新元号の原案として数個の候補名を選定した上、これらの原案について各界の有識者および衆議院および参議院の正副議長の方々からご意見を伺い、これを踏まえて全閣僚会議において協議し、最終的に閣議において新しい元号を決定いたしたものでございます。この儀式では新しい天皇陛下に古来から天皇の地位の象徴となっている三種の神器のうち宝剣、つまり剣と勾玉を引き継ぐとともに、天皇の印と日本の国の印が伝達されました。こうして名実ともに新天皇になられた昭仁天皇陛下は、午後2時過ぎから宮殿法王の間で新元号の政令に署名をされて、新たな平成の時代のスタートを切られたわけです。一方、今後の儀式の予定ですけれども、まだ細かい点についてははっきり決まっていないもののように、昭和に代わる新しい元号は平成に決まり、今日付の官報で告示され、明日1月8日日曜日から使われることになりました。いわゆる翌日改元ということになったわけです。新元号の出典ですが、中国の古い歴史書四季五帝本紀の中で、中国古代の理想の王の一人とされる春について記した部分の内平らかに外なるというくだりと、やはり四書五経と言われる中国の古典のうちの諸経の中の大羽母、これまた古代の理想の王羽について記した部分にある地平らに天なるという文言から取ったものです。国の内外、あるいは天にも地にも平和が達成されるという意味で、これからの新しい時代の元号とするのに最もふさわしいものだとされています。在位最長62年と10日、その昭和の幕があと1分30秒ほどで幕を閉じようとしています。元号法に基づきまして初めて政令で改元が行われます。明日から施行ということですから、まもなく平成元年1月8日を迎えるわけです。ちなみにこの平成は、最初の大化という元号から数えまして247番目ということですね。まあ、この中で使用された文字が71文字、その中で平という字、平成の平は12回目、そして平成の正は今回初めて使用されます。はい、そしてこの平成が間もなくあと1分後で新しい時代としてスタートします。出典は中国古典の四季諸経、内平らかに外なる、地平らかに天なるの文言から捉えておりますが、やはり太平洋戦争を経験しました昭和の次の時代でありますだけに、平和であってほしいという願いが込められておりますね。あと30秒で平成を迎えます。
平成元年を迎えました。平成元年1月8日を迎えました。それでは新しい年を迎えました街の表情をリレーでつないでみたいと思います。平成元年を迎えた銀座です。銀座のビルのてっぺんに立ち並ぶネオンサインは今夜とうとうつけられることはありませんでした。そんな薄暗いとさえ言える中で、今も電光掲示板のニュースだけが高校と光を放っているといった感じです。銀座の多くの飲食店も今夜は早めに店じまいをしました。人の引けるのも早かったようで、いつもでしたら土曜日の夜到底捕まえることのできないタクシーも、道で客待ちをしているという状況です。そんなひっそりとした中で迎えた平成元年、時代は変わりました。でも昭和最後の朝に掲げられたたくさんの弔旗が冷たい夜風にはためいているのを見ますと、やはり何か寂しい気持ちがいたします。銀座からお伝えしました。相変わらず人の列が途切れることのない皇居前広場です。今は時代はすでに平成になっていますが、数分前の昭和だった11時58分ぐらいからそれまで静かに歩いてこの皇居前広場、そして二重橋に向かっていた人が小走りで二重橋に向かいました。平成になった瞬間を二重橋で迎えようという人たちです。この皇居前広場は昭和市の節目節目を見てきた広場でした。進駐軍の行進、明帝事件、そして天皇在位60年の提灯行列、昨日の陛下の崩御、皇居前広場はいつも時代を見つめていました。そして今新しい平成の第1ページを皇居前広場は静かに見ています。以上、皇居前でした。坂下門はひっそりと静まり返っています。つい30分ほど前までは天皇陛下のご冥福を祈って皇居に向かって手を合わせ頭を下げる人を見かけましたが、現在は誰もおりません。先ほど報道陣を除きまして皇居前広場とそれに続く坂下門前に入ることを止められたため、この坂下門で平成元年を迎えた人はおりませんでした。しかし未だ立ち去りがたく、内堀通りの歩道から皇居に向かって陛下の冥福を祈る、ご冥福を祈る人々が何人もおります。新しい元号平成について昼間弔問記帳に訪れた人々に伺いましたら、まだちょっと違和感があって馴染むのには時間がかかりそうだけれども、平成という言葉から来る印象は平和が長く続くということが連想されて期待を寄せられそうだと、こういう答えが多く返ってきました。坂下門でした。平成元年を迎えました赤坂御所、大変少なくなりました交通量ですが、行き交う車、何事もなかったようにこの赤坂御所の前を通り過ぎていきます。昨日の午前5時半頃から大変慌ただしい動きを見せ続けておりましたここ赤坂御所ですが、昨夜8時過ぎ新しい天皇陛下ご一家が戻られてからは全く動きらしい動きはございません。この赤坂御所内の動きも我々のいるところからは伺い知ることもできませんが、ご一家の拝礼のお戻りが予定されていた時刻を30分も遅れたことなどから、ご一家のお楽しみは計り知れないものがあると思われます。平成元年を迎えました大変静かな佇まいの中の赤坂御所でございますが、夜が更けるとともに深い、より深い悲しみに包まれているかのようでございます。赤坂御所からお伝えいたしました。昭和から平成へと時代が変わりました。昭和が終わって今日1月8日から日本の元号が平成と改められ平成元年が始まりました。
平成元年が来ましたね、はい、どんなお気持ちですか。いつもと同じみたいな感じですけどね、ただ周りがね、なんかネオンがついてなかったりね。昭和が終わったというこの瞬間をですね、やはりこのあの球場の前で、見たいというそういう気持ちで今日来ました。平和であるよ、戦争がないよ、それだけですね。政府は今日午前臨時の閣議を開き、亡くなられた天皇陛下のご葬儀である大喪の礼を国事行為として来月24日に東京の新宿御苑で行うことを決め、具体的な準備を始めます。さらに今日の臨時閣議では、大喪の礼を執り行う大喪の礼委員会を設けることを決め、閣議の後直ちに初めての委員会を開くことにしています。でこの委員会は竹下総理大臣を委員長に、小渕官房長官や藤森宮内庁長官、三村法制局長官らで構成し、大喪の礼の取り運び方や国事行為とする行事の範囲などを決めていくことにしています。大喪の礼は皇室典範の25条で、天皇が奉じたときは大喪の礼を行うと定められているものですが、その内容については具体的な規定がありません。このため政府は大正天皇の礼を参考にすることにしていますが、大正天皇の葬儀である大葬儀は新党の形式で行われました。こうしたことから政府は新憲法の下で行う今回の大喪の礼にあたっては、国の宗教活動を禁止した憲法20条を踏まえ、一連の儀式を国の行事と皇室の私的な行事に分けて行う方針で、具体的な内容は大喪の礼委員会で検討していくことにしています。また政府は大喪の礼の日の当日は国民が喪に服するため休日とする方針で、このための法案を今の国会に提出することにしています。このほか今日の臨時閣議では、皇后陛下が皇太后陛下になられたことに伴って、皇太后陛下の事務を司る皇太后宮職を設けるため、宮内庁法の一部改正案を決めることにしています。新しい平成の時代が始まった今日は、一部の劇場などで公演を取りやめるところがあるものの、デパートなどはほぼ平常通りの営業を行います。このうち皇居をはじめ全国12カ所に設けられた記帳所では、今日午前9時から一斉に記帳の受付を始めます。また昨日今日の2日間下部音曲などを差し控えるよう協力を求めた政府の方針を受けて、大都市の劇場などの中には公演を中止するところもありますが、デパートやスーパーなどはほぼ平常通り営業するところが多くなっています。さらに大相撲初場所の初日が明日に順延されるなど、新春恒例の主なスポーツ競技は今日の開催を延期しています。一方、日本中央競馬会の中山競馬場と京都競馬場のレースが今日まで中止になったほか、全国19カ所の競艇場で予定されていたレースも12日まで中止されることが決まっています。またほとんどの子どもたちにとって今日は冬休み最後の日曜日ですが、遊園地では営業するところとしないところがあり、事前に問い合わせが必要です。天皇陛下の崩御に伴って昭和が終わり、今日1月8日から新しい元号平成に変わりました。天皇陛下の崩御に関するニュースをお伝えいたしました。時刻は午前3時31分になります。